あの日杉や、江戸のり木家がこの門を使用している。伊藤氏は、平安時代末期から、鎌倉時代にかけて、伊豆国田方群伊藤僧を本願地としていた豪族。藤原南家、藤原ためのの流れを組む工藤氏の一氏族。通詞は、優。一族である、工藤助恒の子孫が、日向国へ下校して、戦国大名の日向、伊藤氏。 日向国尾尾半々主となり、伊藤助近の子孫が、尾張国岩倉に移り住んで、後に、尾張伊藤氏、備中国岡田が半々主となる。工藤氏の一族である、工藤助隆とも、は、伊豆国の大見宇佐美、伊藤からなる、くすみ僧を所領としていた。出家し法名を錆び心、くすみ入道と合した助隆は、創生した、嫡男、勇家の代わりに、 五歳の連れ子であったママ娘が産んだ子を養子として、着死としい闘争を与えて幸次ぐと名乗らせた。一方、創生した、有家の子、スケチカも、養子とし、次男として、河津僧を譲り、河津氏を名乗らせた。蘇我物語によれば、スケチカは幸次ぐを、異性他人のママ娘の子と呼び、マナホン、蘇我物語では、幸次ぐはスケタカがママ娘に産ませた、子で、 スケチカにとっておじであるとしている。伊藤僧を継いだ幸継は病により43歳で死去し、9歳の着男、金石の貢献を、議定河津スケチカに託した。スケチカは、河津僧から、伊藤僧に移住し、河津僧を、着男、スケヤスに譲って、河津スケヤスと名乗らせる。スケチカの次男、スケキヨは伊藤を名乗っている。金石は元服すると、 工藤スケツネと名乗り、約束通り、スケチカの娘、万光御前を妻とした。その後スケツネは14歳で、スケチカに伴われて上落し、平家の家人として、平野茂盛に仕える。スケツネを都へ追い払ったスケチカは所領を独占し、伊藤宗横領されたことに気づいたスケツネは、都で訴訟を繰り返すが、スケチカの根回しにより失敗に終わる。 スケチカは娘、万光を取り戻して、相模国の土伊園平へと継がせる。所領の他に妻をも奪われたスケツネは生き通り、スケチカ親子の殺害を計画。安元2年10月、スケツネが送った資格により、伊豆の狩場で、河津スケヤスが射殺され、後の蘇我兄弟の仇討ちの原因となる。源の頼朝は平治元年の平治の乱で、父、 義友が廃止したことにより、十四歳で、いずエル財党なり、伊藤助地は、財地豪族として、その監視の任に当たっていた。助地が大番役として上落している間に、頼友と助地の三女やへ姫が通じ、千鶴という男子を設ける。安本元,元年九月、千鶴が三歳になった時に、助地が帰郷してことを知り激怒、平家への聞こえを恐れ、 千鶴を川底へ投げ捨てて殺害し、さらに、頼朝を撃とうとしたところを、次男の佐清が頼朝に知らせて、北条と政の屋敷に逃がした。後に頼朝は、次生の長女政子と結ばれ、北条氏が頼朝の貢献として、頼朝の挙兵に加わることになる。この事件の5年後、自称4年8月、頼朝は打倒、兵士の兵を挙げて、坂東を制圧し、 平家法として敵対したッチ華は、頼朝方に捕らえられ、一旦は娘婿である、三浦義純の奔走によって除名されるが、それを良しとせず自害した。次男、助清は頼朝から、命の恩人として、賞を与えられるが、これを拒んで、平家法として西国へ下り、北陸道の戦いで討ち死にした。工藤佐爪は頼朝に仕えて、側近として重用され、 スケチカフシナの伊藤僧を安堵される。スケツネは、頼朝の挙兵から十三年後に、河津スケヤスの維持、蘇我兄弟によって、父の仇として討たれた。スケツネの子、スケトキは伊藤を称し、その後子孫は全国に広まった。主だった者では、スケトキの子、友好の子孫が、日向国へ下校して、後の日向、伊藤氏となり、自党大名として、 現地で勢力を誇った。伊藤助地下の子孫の一派の子孫が、尾張国岩倉に移り住んだとされ、その子孫が、織田信長や豊臣秀吉、秀頼に仕え、江戸時代には、微中国で大名となった。この系統を、尾張伊藤氏と呼称する。皇述の尾張伊藤氏の項目及び、川津氏の当該項目参照。日向伊藤氏は、南北朝時代までは、 守護職である島津氏に対して、土持氏と共に、国衆、または、国方と呼ばれた。しかし、その島津家が、欧州家と総州家に分かれ、その両家が所流を巻き込んで内紛状態になり、室町時代以後伊東氏は、土持氏と共に、その関係性が消滅する。日向、伊東氏の伊東義介助、武、親子らは、薩摩国の島津氏の信仰を受けて、 日向国を追われた。流浪となった伊藤氏主従は、近隣の文語国を灯し、後に、伊予国の河野氏を頼るが、一族家臣らの生活は、困窮を極めた。助武主従は、当時、織田信長の家臣として、張馬国にて行動していた、橋場秀吉の寄力木であった、尾張伊藤氏の伊藤家門助を、同族の縁で頼り、家門助の紹介で、 信長家臣となった、助武主従はそのまま秀吉に配属されることとなった。その後、本能寺の変を経て、秀吉の家臣団に組み込まれ、山崎の戦いなどで活躍した後、秀吉による九州平定においても、先導役を務め上げた、先行、功績を認められた。九州平定により島津氏は、日向国の伊東氏給料をすべて明け渡し、 秀吉の奇跡的とも言える、天下取りの過程にて、日向、伊藤氏も、また奇跡的に、十年越しに、日向国へ大名として復帰することに成功した。その際に助武は、かつて日向、伊藤氏の本場があった、戸の氷や佐渡原ではなく、伊藤義助が、島津豊周家より勝ち取り、義助から助賀自身に委ねられていた帯を、本拠とした。その後、 日向伊藤氏は、帯藩五万千国余りの大名として、江戸時代を通して一貫して、廃藩地権まで存続した。一方の伊藤長術の子孫は、豊臣家の家臣として、その滅亡まで仕えた後、備中にて、岡田藩一万国余りの大名としてこれもまた、江戸時代を通して一貫して、廃藩地権まで存続した。また、 日向伊藤氏の祖の友好の孫の代に分かれた家は、伊豆に勢力を残し、山内上杉氏の地に、小田原の北条氏に仕えた。伊藤正代は、北条氏当主の北条氏政から返帰を受け、海の国武田氏や豊臣氏と戦い、北条氏の滅亡後は一旦撤去するものの、関東に入府した徳川家康に仕え、 関ヶ原の戦い、大阪の陣などを戦い、子孫は江戸幕府旗本となった。伊藤氏と日向国の関係は、蘇我兄弟のあだ内ちで知られる、工藤助常の子、伊藤助時が鎌倉幕府から日向の自当職を与えられて、諸家を下校させたことが始まりである。これらはやがて、田島伊藤氏、角川伊藤氏、 きわき、伊藤氏として土着し、土持氏など在地豪族との関係を深めながら、日向に、東国武士の勢力を腐食していった。伊藤氏の本家が実際に日向を支配するようになったのは、県務2年、足利高氏から命じられて、日向に下校した、伊藤助持からである。助持は、足利高氏の妻、赤橋高子の所領であった、僕タスクインを守るため、 日向との氷3三百兆を賜ったと言われている。助持は国大将として下校した畠山直明に属して日向国内の南朝方と戦った。政政府の拡大、官能の上乱など情勢が変わるたびに国内は混乱したが伊藤氏は基本的に北朝方の立場を守り幕府に忠説を尽くした。息子の優越も 将軍、高氏から返旗を受けて、伊藤氏うと改名した。室町戦国期を通じて、伊藤氏は守護の島津氏と交渉を繰り返しながら、次第に半島を広げていった。長六四年、干渉元年二年には六代当主、伊藤友行が、将軍、足利義政から、内紛激しい島津氏に代わり守護の職務を、 大公政よというご教書が下され、続いてご昇番集に任じられている。その後、八代当主伊藤忌優、十一代当主伊藤義助の不死に、足利将軍家より返旗を受けている。後者の義助は、兄、助光や、弟、雄吉の死去により、家督を相続し、帯の島津豊周家と抗争これを圧倒し、さらに、 正木院を領する北原氏の後継人事に強引に、介入してその領地をお脱すると、佐渡原城を本拠に48の市場を国内に押し、以下は、歴代最高至る、十三位に上るなど最盛期を築き上げた。しかし、吉シは、晩年から、ャスと、中央から取り入れた、強風文化に溺れて、次第に政務に関心を示さなくなり、元気三年、 木崎丸の戦いで、島津義弘に退けられたことを契機に、伊藤氏は衰退し始めた。天正五年、島津氏の侵攻に耐えられなくなった義助は日向を追われて、その後は瀬戸内などを漏浪した末に、境にて死去したという。こうして、伊藤氏は一時的に没落したが、家臣の山田総称は、大友氏に確証として入り、津が、 群れ城などで何度も、島津軍を破るなど多くの先行を立て、吉助の三男、伊藤助武は中央に逃れて、橋場秀吉の家臣となり、天正15年の九州平定で、先導役を務め上げた功績を認められ、日向に大名として、復帰を成し遂げた。慶長5年の関ヶ原の戦いでは、助武は、 病の身であったため、家臣を代理として東軍に送っている。その功績により、所領を安堵され、以後、日向伊藤氏は、江戸時代を通じて一貫して、廃藩地検まで、帯藩として存続することとなった。なお、この伊藤氏の一族からは、助持のいとこ伊藤雄博氏の末裔とされ、北条氏政に仕えた、伊藤正よ、大友宗麟大村澄田だ。 有馬晴信らが送り出した有名な、天照剣王少年施設の主席聖子として、ローマに赴き、教皇に拝謁した、伊藤助マスこと、伊藤満所、伊藤雄心の着流と伝えられ、日清戦争時に、初代連合艦隊司令長官を務めた、元水海軍大将、伊藤助行などを輩出している。日向、伊藤氏、工藤助常のこの一人、 浅香幸久が泉地下志向の乱の恩賞として浅香郡を賜り、その子孫が浅香郡に移住したのが始まり。以後、片平城や日和殿下などの城を築き、足なしなどの有力大名に従いながら、戦国時代頃まで周辺を治めた。また、一部は戦国時代から伊達市に使え、1588年の郡山合戦では、 伊藤肥前茂信が、ま、サムネラの身代わりとなって戦死したほか、江戸時代の伊,達総道では伊藤重隆が、中心人物の一人として活躍している。所流として、賀島氏がいる。今現在は、仙台市に、浅海藤氏伊藤伊藤肥前茂信の子孫が在住している。では国新城藩氏にも、伊藤氏がある。新城藩市の家臣の安島氏の系図では、伊藤氏の女が、 安島正シ門清秀モに嫁ぎ、安島一万蔵マ小野村三ブラ人の子を産むとある。また、清秀の三男、平蔵時期級、母の成果を継ぎ、伊藤生となるとある。江戸時代に、備中国岡田藩を立藩した、尾張伊藤氏は、日向国の伊藤氏と同族であるという。岡田藩の初代藩主である伊藤丹後主長術の実父伊藤製造長級が、 終わり国岩倉に土着していたことが知られている。ただ、長久以前については定かではない。ありがとうございます。